もう2人で彼女を作って、で地元の友達に会わせる。本当これです。2人とも、どちらが付き合ってどちらが振られたら、もうそれは俺も喜べない。それは2人で頑張ろう。君見て今日始められること、奇跡重なった喜劇だ。素敵が過ぎるゆえに適量を無視した愛情、運命に似た展開ずっと続いてよ。未来は神頼み、全てをかけても目指す墓場まで。おはよう、おやすみ、その間の営み。君がいなかったらなかった大学ってずっと女子校通ってて、ちょっとあの男の子にあんまり会う機会が少ないので、ちょっと全力でかつ楽しんで恋愛できたらいいなって、素敵な恋を見つけたいです。女の子ばっかだったので、なんだろうな、 そうね、そのなんだろう、環境にいないんですよね、うん、本当に周りに男の子がいない。そう、初めての彼氏を作りに行きたいと思います。あ、声枯れた。あ、誰か来た、誰か来た。こっから声出していいよね。地元の友達です。もう小1ですね、小学校から今までずっと。もう2人で彼女を作って、で地元の友達に会わせる。本当これです。2人とも、どちらが付き合ってどちらが振られたら、それは俺も喜べない。それは2人で頑張ろう。だから被ったらもう喜べない。その時点で、その時点で。そうだな、嵐は人として熱いものを持ってるんで心強いですね。これ右、右のこれって、わかる。はじめまして。はじめまして。お願いします。今日好き出てましたよ。あ、出てました。見てました。あ、見てました。今日好きじゃない。こいつだ、こいつだ、こいつだ。俺間違えちゃった。大丈夫ですよ。座っていいですか。あ、そうぞ。怖いの。こんにちは。こんにちは。すいません、なんか緊張するね。緊張します。さっきまで全然緊張してなかったのに。あ、そうなんですか。一番やからびっくりしたもん。あと2組、あと22で女の子来たとか。今日あったかいっすね。あったかいっすね。今日結構天候に恵まれてすっごいね。晴れ男か。違う、晴れ男でしょ。俺晴れ男だけど、嵐がそうでしょ。でも京太郎も結構晴れてる。風女です。何それ。風女、風がめっちゃ、すごい。
プちょっと似てるっぽいんですよ、うんうんうん、性格とかね、性格とか、うん、見た目はもしかしたら違うかもしれないけどタイプは本当に似てるから被っちゃうかもしれないよね恨みっこなしで、恨みっこなしでやりたいなと思います。女の子こんにちは、こんにちは、はじめまして、はじめまして、福岡県出身23歳中山ほのかです。よろしくお願いします。お願いします。東京都出身23歳北村花です。お願いします。お願いします。すごいめっちゃキラキラしてる、ね、福岡ですか。福岡です。今日福岡から来たんですか。でも上京して1週間なんですけど、福岡県出身です。あ、で東京に住むんですか。はい、東京住んでます、何それ。埼玉に住んでる。埼玉に住んでます、うん、住みやすいですよね。でも埼玉は来たの、来たことないか多分来たことない、ね、埼玉、はい、あ、来た。まあ自分たちらしく、はいはい、変な猫かぶらずに頑張りましょう、はい、頑張りましょう、はい、頑張りましょう、はい、お願いします、お願いします。血が持てるんです。トーマです。じゃあ 僕の方が持てます。はい僕とかに対してしてくれることが、これ女性がされたら嬉しいやろなっていうのが多くて、なんか寒かったら服を着せてくれたり、なんか僕がシャドウ出てたら寄せてくれたり、そういうなんか女性にしたらキュンとするの代名詞みたいなことを自然にできる人やから、かっこいいなって思います。はじめまして。はじめまして。はじめまして。座る。お願いします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 。あ、19歳。19歳。今年、あ、今年ですか。あ、今年20です。あ、今年20か、はい、ってことは俺らのが上だな上だな、上だなって。上か、上だけど上か。どんな感じなの第一印象。うん、いやー、ほのかちゃんでしょ。でしょ。ずっと思ってた俺はそうやって。マジ四六時中一緒なの。一緒。マジかよ。最悪なことが今起き始めてだってさ、出会う前にやる前にさ、その被るのはなしでさ、二人でさ、うん、彼女作って帰ろうねって約束した矢先にこれだもんな。もう何してんの。ちょっとさ、俺も次マジ喋りに行こうかな。そうだ、一回喋ってみないと分かんない。俺を許可出すとかじゃない。それを別にこの下着を話すってこと。ああ、そういう感じで、うん、いいじゃん。やばしか行きます。わあ。おお。気になる、気になる人。外見、外見だけ、外見だけ。で、誰。え、じゃあさっき言って。絶対一緒やん、これ。え、絶対そう、そう。え、でもポソ、ポソ。え、左？うん。おお、いいですね。誘える？うん。行く？俺もちょっとやばい、もう多分衝突を感じるわここで。わからん、わからん。わかりません。トーマ敵になるんじゃんこれ。嫌やな俺。すごい嫌かも。トーマ敵なん。相手になるよ。取る。トーマちゃん、トーマちゃん。一番気になってる人は、トーマくん。かっこいいなみたいな感じで。なんかすごい目が合うし、なんか
ニコニコしてていいなっていう風に思ったんで。見た目はトーマくんかなっていう、かぶりそうだと思います。かぶっても本当に好きだったら自分から行きたいなと思います。トーマくん、トーマくんかな。第一印象は気になりますね。京太郎、京太郎くんの方が好きかも。かっこいいかも。本当に、なんかめっちゃ元カノに似てる。そうなの。なんかああいう感じだった。どうなんだろう。なんか何も語らないでさ、一歩引いてみてる感じ。ああ、ね、逆に逆に引かれる。そういうの。そう、なんかクールだからツンツンツンってしたくなる。ちょっとツンツンしたくなるよ。何考えてるの。やばいね。はい、エビちゃん、なんかグリルがある。こっち行く？いいよ。こっち行く？こっち行く？うわ、すげえ、すげえ、ロブスターだ。伊勢エビだろ。伊勢エビか。ロブスターじゃない、伊勢エビだ。美味しそう。じゃあ肉とか焼いちゃっていいですか、俺らで。はい、お願いします。焼いちゃっていいですか。失礼します。あ、スープ。スープ、スープやります。はい、オッケー。七切り、七切り。何のスープか分からんけど美味しそう。何だろう、いや、ここは当たり。次は当たり。意外と、なんか分かんない。でももともとこれって揺れられてるんですか。うん、なんちょっとね、2人のトーマくんが結構気利かせて動いてくれてたので、なんかいいなって思ってました。乾杯。届かないけど、エアで。乾杯。すげえ低い。乾杯。腹減ってるから相当ガッツけるよ今。美味しいですか。おやすみ。え、今年20？今年20。あともうちょっと。いつなんですか、誕生日。6月です。おお。いつですか。いつっぽいですか。難しい。皆さんどうですか。なんか気になる人とかいました。あ、だいるかいないかです。いるかいないかです。とりあえずさすがに、うん、しょっぱなからあれだったら人数いるかゼロか。人数、人数、あ、人数、人数でいきましょう。人数、おー、あー、じゃあ俺二人で。おー、じゃあこっちからいいっすか。私も二人。ナナは？私も二人です。おお、でしょ。聞いてないもう一人。あ、俺は2です。みんなに？みんなに？二？みんなに？二。俺1です。1。トーマくん結構さ、もう。石津でもすごいさ、人間性がもういいからさ、なんか2人とかもう行かないよ。2やったら悪いみたいな。2やったら悪いみたいな。だと思った。もういいよそれ。出たよ。飛んできた今。わたっぽり。わたっぽり。え、封筒。やばいね。なんだろう。怖い。怖い。いきます。はい、お願いします。え、なに4人ずつでトークしていただきます。どの組み合わせにするかは男性陣がくじを引いて当たった1人が決めてください。決めるんだ。くじか、面白そう。ペアずつってことでしょ多分。そうだね。じゃあ俺赤で。俺黄色だな。マジか。じゃあ俺緑でいいや。緑でいいのね。緑でいい。今回なし、今回なし、今回なし。大丈夫全然いい。じゃあ水、じゃあ水入れ。じゃあ俺緑いきます。赤で。おお、平和。これ何？これどうやって開けるの？あ、これシュッて食べとこう。せーの。おお、マジ？すごい。やっぱラッキーカラーだ。ラッキーな。じゃあ俺が選ぶってこと。ナイス。こっち入れて。これ話し合う。平気か。どう？いいよ。うん？好きなの？いいよ。じゃあ、こっちの二人と話し合いたいです。おー、ありがとうございます。
始まりました。お願いします。お願いします。乾杯、乾杯しません？乾杯しましょう。いただきます。いただきます。京太郎さっきハート取ってたじゃん。うん、取ったね。まさか取ると思わなかった。あの女の子をどっち選んだかで理由はあったわけでしょ。まあ、だからこっちの2人の人と話してみたかった。嬉しいね。それは嬉しいっすね。嬉しい。え、普段いつも何されてるんですか。俺仕事してます。俺は大学生です。大学生。職人やってます。すごい大人っぽい。いや大人っぽい。大人っぽい。言われません？言われません？言われない。京太郎はめっちゃ大人っぽいってずっと言われるよね。言われてない。髪型かな。言われてない。眉毛綺麗。そう、眉毛綺麗だよね。本当に京太郎眉毛綺麗だよね。すごい。マジで羨ましい。これ、俺描いてます。え、描いてる。え、眉アート？アートじゃなくて、自分でずっと描いてます。え、うまっ。すごい。それできるか。え、美容室とかじゃないんだ。それできんのいいな。すごい。通称とかあるんですよね。でも通称ってる2人でなんか話しに行くとかあって、多分今誘いちゃいます。今これ誘いちゃいタイムス。緊張しますよね。うん、京太郎とか誘いたがり？どんな感じ？誘いたがり。誘いたがりじゃないけどね。ツーショット行きませんか？私ですか？行きましょう。じゃあ行ってきまーす。いらっしゃい。いただきます。できます。ダメですね。そのやっぱ京太郎、その友達がいるとやっぱりなんていうんですかね、引いてしまう自分がやっぱいますね。アシストしてましたよね俺さっき。そうなんですよ。いつもは譲らないんですけどね、やっぱ本物の友達とこういうリアルタイムの恋愛をするのが初めてなんで、友達の幸せやっぱ願うじゃないですか。これあったかかったらいいのにな。ですね。なんなんやろ。誘ってくれてありがとう。いえ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。でもまだなんか緊張してるよね。してます、かなり。全然ね、緊張しないで。私も緊張してるけど。します。うん、私も緊張してる。なんかおしゃれだよね。いやいや、全然この上のカーディガン、カーディガンとか好き。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。なぜこの、うん、番組っていうかこれに出ようって思ったんですか？3年前に彼氏がいて、はい、その3年間別れてからは恋愛もしてなくって、久しぶりにキュンキュンしたいなと思って恋したいなと思って応募したかな。ね、いい恋したいな。自分第一印象がほのかさんだったんで。嘘、本当に？はい。私？なんで？嬉しい。ありがとうございます。え、マジか。なんか照れますね。なんか照れますね。なんか照れるな。あれやっぱ嵐に助けられると思いますね。ああいうふざける一面もあるんですけど、やっぱああいうとこは気を使ったのか分かんないですけど、あいつなりの優しさだと思うんで、はい、嬉しかったです。でも今同じ相手が気になってるってことですよね。そうですね。でもその中でアシストをもらったっていう
あどうなんだろうな。まあでも一回誘ったんで、あのアシストのおかげで、まあ自分から話したいなって思った時は、まあ自分から積極的に行って、まあ嵐の動きも見つつですね。だからもしも逆にあの紙あったじゃないですか、はい、あれが女の子側が引いてたらどっちだったか。こっち。私もこっち。あ、じゃあみんなハッピーって感じ。あ、みんなハッピーな今空間だ。はい、え、付き合ったらどういう風になりたいか。出かけるのとかも好きなんですけど、なんか家とか室内、うん、室内系、うん、まあ、なんかゆっくりゆっくりできるって言ったらいいかな、うんうん、水族館とか、まあ、そういうデートもしたいけど、うんうん、そういうなんかそういうのゆっくりしたのもできるような、うんうんうん、いいね、はい、タイプの人が年上なんですけど、うんうん、だからそれもあって多分あの付き合ったら絶対甘える子側がよくて、あの引っ張れるかもそれ分かんないんですけど、とにかくその甘える側に回りたい。なんかこの後に言うのめっちゃ申し訳ないけど、なんかめっちゃ申し訳ないけど、何何リードしてくれる人がいいかな。年上とか年下とかは別にこだわりはないから、うんうん、同い年とかなんかね。え、話したい。あ、話しましょう。あっち置いてきぼり。すごっ寒い。めっちゃ風がすごい広いね。寒い。え、もう大丈夫。大丈夫。大丈夫。え、なんでアリサといて桜を先に誘ってくれた。理想の年上像を見て、え、ほんま、え、嬉しい。だから、うんうん、ちょっとトーマとかが誘われる前に誘おうなと思って誘って。え、ありがとう。え、めっちゃびっくりした。え、うん、ほんまほんまほんまびっくりした。ほんまにありがとう。うわ、ここで聞くの怖い。なになになに。え、なんやろ。え、じゃあ、え、うん、何人って言ってました。2人かなって言った。ここ聞く。うわ、怖い怖い。え、でもここ聞いとくことで頑張れるかもしれないから、うん、その逆に燃えるみたいな。ああ、分かった。あ、じゃあ名前、はい、2人はトーマくんと嵐くん。かっこいいから。いや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 、でも全然僕折れないんで。でも正直に言った方が。いや、もうそれはもちろん。まあでも第一印象やから、うん、まあ、みんなと喋ってみたいなってめっちゃ思ってるから全然。頑張らないと。まだ初日やから変わるし、自分もどうなるか分からへんから、あんまり重く受け止めずに、なんかこれから仮に一筋でアタックするなら頑張らないといけないなって思いました。でも嵐も俺は本気で思ってるって言ってたから、自分の口で、うん、友達から聞くのめっちゃリアルだね。4人の様子を知って聞こう。俺と付き合ってください。